こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。今回はニュースでたまに目にする右翼と左翼の違いについて私なりに解説したいと思います。右翼と左翼の言葉の使われ方って合っているのでしょうか？コメントいただけると嬉しいです。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご覧ください。1. 右翼と左翼の違いとは？その語源は？右翼と左翼の違いは次の通りです。右翼保守派、左翼革新派。その語源はフランス革命にあります。フランス革命当時、議会で議長席から見て右側の一派にジロンド派と呼ばれる保守的な思想を持っていた有産市民ブルジョワを代表するグループが語源です。左側の一派にはジャコバン派、フランス革命の主流と呼ばれる社会主義や共産主義など右派と比べて革新的な考えを持っていた無産市民を代表するグループがいました。上記のことから右翼は保守派、左翼は革新派と呼ばれています。ここで少し面白いと思う点があります。まず、もともとは両者ともフランス革命を推進する集団です。全員革新派なわけですね。ですが、その中から右翼と左翼の語源が出てきています。左の中の右寄りと左の中の左寄り、革新派の中でもやや保守的、穏健な考え思想を持つ集団を右翼、より革新的な考え思想を持つ集団を左翼としたのですね。に、日本で右翼と左翼を簡単に言うと、右翼と左翼を簡単に言うと、日本では次のような意味合いとなります。右翼、愛国心を持って自分たちの日本の伝統と秩序を守っていく。安定的で現実的。左翼、日本の伝統や秩序は古いので新しいやり方で人権や自由や平等を大切にしよう。革新的で理想的。ただし、国や時代によって右翼と左翼の意味合いはかなり変化します。わかりやすい部分では、例えば右翼は日本伝統を守るという信念から天皇制の維持であったり、国旗、日の丸、国家、君が代斉唱に賛成です。夫婦は同性であるべきですし、外国人の参政権、選挙権には反対です。一方、左翼は天皇制に反対であったり、国旗や国家斉唱に反対する立場を取ります。夫婦別姓や外国人の参政権、選挙権なども主張します。上記の内容を見てみると、主義主張なのでいい悪いではないのですが、右翼が大衆一般に支持されやすく、左翼はやや異質な印象を受けますね。考え方、思想が真逆であることが多いため、衝突が頻繁に起こってしまうんですね。また、最近は、ネットでの右翼、ネトウヨと、左翼、ネトサヨ、パヨク、ブサヨという呼び方もあります。政党支持別では、右翼、自民党支持者と、左翼、国民民主党や共産党支持者という使われ方が多いようです。別称として呼び合う意味合いもあるようです。3、政策の違いから見る右翼と左翼について。もともと、本来の意味は、右翼と左翼の違いは、保守派、革新派の違いです。天皇制については、同じ左派の国民民主党と共産党でも、国民民主党は天皇制の維持、逆に共産党は天皇制の廃止という考えで分かれています。これらのことから、現在は様々な主義主張があるので、より複雑になっているのが現状ですが、単純に分かりやすく右か左かという使われ方もされています。また、憲法改正に関して、特に憲法9条に関してですが、改正派右翼、維持派左翼となっています。この理由はなぜでしょうか？普通に考えると、右翼は保守派ということになり、保守派であれば9条の1を訴えていくはずですよね。そして、
左翼は本来は会計派ではないのでしょうか。この部分をよく考えてみると、現在の憲法は戦後 GHQ によって作り上げられた日本国憲法なので、日本の伝統に沿った憲法を日本人として作るべきである。よって9条の改正に関しては賛成であるというスタンスです。もう少し激しく右によると、昔の大日本帝国憲法が本来の日本のあるべき姿であり、国民ではなく天皇が主権であるということになります。逆に左翼は、今の日本国憲法が昔の大日本帝国憲法に比べて、外国の主にアメリカですが、革新的な考えをもとに作られた憲法であるがゆえ、改正の必要がないと言えるのでしょう。平和憲法という意味合いも、左の主義である人権、平等というイメージに近いです。ただ、単に戦争絶対反対という意識にとらわれているようにも思えますが。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。